お疲れ様です。今日はですね、こちらのムーカキハッキング法をやっていきます。というわけで、僕のね、大好きなデッキの一つなんですけども、無課金の方でもね、比較的組みやすくなっているデッキというわけでおすすめしています。今回ね、限界突破迫撃でやっていくんですけど、限界突破してなくても全然使えると思います。はい。で、ロケット星とかナイトとかも、バルキリーにしたり、マスケット重視にしたり、あとはウッド持ってなかったら、ローリングバーバリアン、タルババ。はい。でも、替えが効くので、本当に何でもなんか自分の持ってるカードだけで組めるっていうので、組みやすいんじゃないかなと、はい、おすすめしております。限界突破はね、あるなら、していい。で、限界突破今多いじゃないですか。このデッキだと、ロケコ、ナイト、迫撃砲、3種類あるんですけど、正直どれを限界しても、限界突破してもいいんじゃないかなって思ってます。はい。好みでやってみてください。多分、ナイトはそんな、なんか中心になってくるカードではないので、ローキコか迫撃砲、はい、限界突破してると、なお強いかなと思います。基本的にはスケバレを飛ばす、迫撃で攻める、ロケ砲で回収する、それを無限に繰り返していきます。なのでガンガン攻め迫とかも置いていっちゃって、ユニットを咲かせます。さっき言ったロイジャイとかを咲かせて、またロケット押しで処理で、矢ダメが来るのか、回ってないのかな。で、芝生、これを無限に繰り返していきます。そうするとね、やっぱ回転がちょっと早いので、このデッキだんだんとなんか俺のペースに、俺のターンになってきます。ロイジェイとかもね、迫撃砲刺さらんやってなると思うんですけど、別に刺さんなくても、いつか刺さりますいつか刺さります。はい、回転で、最悪ね、スケバレとか、あとはロケット星の破裂拡散だべとかでも削れるので、心配なくどっかで削れるよねといったとこですね。さあ、矢波ザップね。今回普通こういうデッキきついと思うんですけど、今のところに矢波使うと、このロケット星どうすんの23ってなりますよね。これを繰り返していきます。はい、いや迫撃砲強っ。ロイジェン間に合わなかったら熱いな。間に合わなさそう。迫撃砲のせいでロケいった。で、ゴリゴリね、ゴリゴリいっちゃいます。これスケバレに矢の飴を使うとロケコ残るしね。多分ザップを使うのかな、あっちには。これマジずっと俺のターン来ます。で、もしここに矢の飴使ってきても、ネクストのロケコいます。これ延命したいね。延命できないか。いいインフェですね、これは。相手の俺のロケコ前に行きすぎた。もったいない、これもったいないですね。ウッドとファイボでしばきたいけど、しばけたら残るね。いいね。さあ、これね、どんどんペースが速いんでね、回転がずっと俺のターンになっていきます。さあ、もう反撃で攻めて、ロケコで回収しながらスケバレを飛ばして、スパーキおったんかいって感じですよね。これは気持ち程度で延命してあげたい。で、矢波は回ってない。サイクル回ってましたね。はい、これが手札把握ってやつです。一旦スケバレ飛ばすか。なんか迫撃で攻めて、なんか攻められるの怖かったら、スケバレだけ飛ばしとけば、もうこの落下ダメージで成形立てれます。はい、攻めちゃおうか。インフェかな。いいインフェですね。それは全然警戒してなかったな。でもこのロケット後ろ拡散も入るんですよね。これが強い。さあ、どこに矢波使いたいんじゃない、矢波使いたいんじゃない、お兄さん。矢波使ったらこのロケット押しがまた伸びるのが、もう無限ループです。はい、よいしょ。このロケット押しの拡散も入ってくんねえかなと思いながらね。よいしょ。ワンチャン、もう1円目。矢波は回ってないですよね。お願い、回ってないくあれよしよしよし。これでも矢波ザップですからね。矢波とかザップない相手とかにも余裕で勝てます。そしたらさあ、もう無限ループ来てる。やめろ、ちょっかい出すんじゃない。しばき迫撃残るんじゃね。あっつ、さあ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 、ずっと俺のターン。スケバリにも呪文使いたいよね。ネクスト迫撃あります。ザップ使う。矢波打たなきゃ、打たなきゃ。でも打つとネクストロキックあるよ。これやばいっすよね、マジ。無限小物多すぎて
やりごぶギャングロケコスケバレなんで、まあ、ウッドザップやなめ雪玉ぐらい積まれてなきゃ理論上は止まりません。はい、まあ、ヤザップぐらいなら多分余裕で戦えるんじゃないかな。まあ迫撃、まあ、ロケコ結構メインになってくるんで、ロケコがね限界突破でもすごい良さそうですけど、よいしょ。さあ墓石、まあ、ラバかチェーンスクラか。キング起動嫌なんでね、一回ナイトで様子見します。あ、まあラバっすね。ラバってなったらもうあのスケバレ飛ばしとくなんで、あとはロケコも強いんで、よいしょ。スケバレも飛ばしてロケコも出して、まあ無限にね、無限に攻めていきます。これ熱いな。ファイボザップとかじゃない？はい。そしたらやばいよ。一生ロケコ無双もあるし。よいしょ。さあ攻めていこう。これだけで強い。もうギャング。ちょっと珍しい。守りすぎたか。攻め打ってもいらなかったかもですね。この槍だけで強いよ。いいね、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 いいね。まあ、ラバルかな。ラバ掘り、ラバル。まあ、ラバルっぽい。スケバレはね、マジ回ってきたら飛ばすって思っとくといいです。はい、ドリーマー飛ばす。これもう施設に行っちゃうんで逆ですね。こういうのは無駄になっちゃうんで、これでコストを使わせる。さあザップが回ってないのでが節約ですかね。もうデータワークできねえできねえからないなっちもた。さあ、おー、まあこういうのはまあ迫撃で釣れそう。ザップを使われる。これちょっと怖いかもね。まあでも、ザップ使われても、ギャングのやりゴブがあると。で、この間にね、ちょっと攻めてます。このギャングのゴブリンでね。ギャングのやりゴブで守りながら、ギャングのゴブリンで攻めていく。いや、結構ね、ダメージトントン嫌ですね。まあ、ロケット砲手を大量に出す。その意識めっちゃ大事ですね、ここから。で、あとは生命迫撃、こいつで世界を変えよう。いっぱい一発入るよ、これ。この一発ちょっとでかい。本物系ね、うざいと思うんでね、できるだけいっぱい出していく。まあバルーン来てもいいように。やりゴブもいるしね。なんかいろんなところに体育いるから、いい感じになってる、いい感じになってる、いい感じに。でロケコ残ってる。攻めたい。いや、ロケコそっち行く。なんで、なんでそっち行くよ。うん、なんか延命もできんし、やばい、すべてうまくいってないけど、なんとかなってる。スケバレはマジ飛ばしとく。タイラバニアね。いやー、いいスケダラだね。マジこれダメージ全然リードないの怖い。ファイブありました、そういえば。さすがに、うい、これはまあどっちでもいいが、からの真ん中墓石を。お、墓石じゃないけど一発、うわー、でかっ。でロケコで回収なんですよね。このシステムがもう強い。で迫撃で守れる。ザップなんか使っちゃって、これ守れるよね。守れそうでしたね。でザップ使ったらね、このスケバレが入るよね。いや、この無限ループがね最強なんですよね。端前やりごぶチクファイブバルンキスト、これはね止まります。でルート強制自分でしちゃうかもしれないんで、確実にね。よいしょ、もう無限です。気づけばそっちが入るんかっていう現象が起きていきそう。よいしょ。まあこれ迫撃もここでもいいかもね。そのバルーンで毎回これ攻められちゃうんで。よいしょ。いやー、ロケホ黙っていくよ。もうずっと俺のターンなのこれ。相手何もできない。迫撃が飛ぶ、ファイボ圏内ゴブリン殴ってくみたいなね。これが強いんですよね。
攻め迫撃、攻めスケバレ、まあ、攻めやりごぶ、なんでもいいんですけど、まあ、攻めると絶対対応しないといけないじゃないですか。そういうゲームだから。そしたらそれをロケット投手で回収して、またそれに残ってるロケット投手に対してナイトで延命だったり迫撃スケバレ何かで追加して、無限に無限に無限に攻めれるんで、なんか1勝3割ぐらいの攻めをするイメージですね。やっぱゴーレムとかエリゴレってもう本気で攻めるじゃないですか、10割ぐらいの、じゃなくてもう1勝このちまちまやりゴブで攻める、ギャングで攻める、迫撃で攻める、もう一生チマ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 するスタイル。ネチネチタイプの人間はこういうデッキ使った方がいいです。はい、まあ俺は違うんですけどね、デッキが好きなだけで。はい、さあこれをまあロケットして回収なんですけど、まあロケを出さなくてもね、これだけでダメージ入ってくる。おおマイクンエルゴリボリー、まあこれはめんどくさいね。まあでもこのデッキのいい部分はロケット星が一応この重量級に対して強いので、まあラバルとかあとは何ゴーレムだとかエリゴレだとかそういうのにも全然勝てる可能性があります。可能性ね。これはウッド早かったですね。ナイトとかあったら理想だったんですけどね、ナイトなかったんでね、スケバレでね。ロケット星が強いのよ。まあ今のスケバレはねちょっともったいない気もするんですけど、意外とスケバレって防衛でも使えます。はい、なんかコウモリの処理だとかガゴムレ来た時のなんか時間稼ぎとかにも使えるし、まあ、結構ダメージもあるので破裂ダメ、意外となんかね大型で来た時にゴブジャイスパーキーとか来た時とかも防衛でね、なんか困ったし出しとこうでスケバレ出しとくと意外と守れたりもします。はい、でこれはもうロケット投資いっぱい出すしかないんで、ロケット投資まず出します。でスケバレこれ攻めていこうかな、これに対応してほしいんですけどね、無視される可能性も全然あるんで何とも言えない。さあこれはこのロケット投資が強すぎるおかげで、やばいこれミスった、なんで吐き気置いたん、吐き気置いたらもったいないですけどね、まあ、全然全然いい感じになってるか。さあロケット投資最強でナイトで雑に時間稼いで、でまた攻め迫撃で一生俺のターン、これロケが左残ってますからね。しかもこれちょっともったいないか、ロケが完全でいかれるのか、ファイブ打っちゃおう、そのためのファイブライドラッシュ化け、やばい、え待ってめっちゃ隠されてる、ちょっと待って、なんでで、こういう時に防衛スケバレ強いですよ、しっかりね、かぐついね、ライドラとかベビードラとかそういうの全部ね時間稼ぎます。やっぱね無課金というか、まあなんだろうな、まあ、トロタイとかでもやっぱ形組まれたら守れないってよくあると思うんですよ。てか俺でもあるもん、ゴレラクネとかすごい苦手なんですけど、まあ、嫌いなんですけど、やっぱ防衛が難しい、スパーキーとかも形組まれた時に事故りやすいよね。そうでもそういうのをやっぱしばきやすいっていうのも結構やっぱ大事だと思うんですよね。そう多少有利を取れるっていうので、なんでロケット押しはすごいおすすめです。無課金とか格上に勝てないとかそういった理由があるのはちょっとね防衛方法知らないだとか、なんか事故る、ね、ユニレベとかでご利用されちゃうとかあるんで、ロケ法もマジおすすめです。こいつあれば大抵なんとかなります。まあその信頼式って言っても全然止まんない時もあるんですけどね。はい、ヤナアメファイボトルンとかそういうデッキ来ちゃうとね、いやきついやんってなる。なんで俺が今トルンで持ってたらどうすんだ、やりこぶ出してからマジアチャオールブレーカーの可能性があっただろ、裏に出してくんじゃないよ。さあこれ相手高回転リガポイオールブレーカーっすね、ポイが来るかな、これ逆攻めちゃうか。あボムもありますね、あボム使ってくれたらでかい、まあこれ禁忌しちゃうんですけど、これ延命できたらさちょっと強いぞ。えなんでやりこぶ何しとったん。さあこれはまあちょっと厳しい戦いになってくる。攻め迫撃かな、大事なのは攻めまくんないと相手やりこぶコウモリでスケバレのラックが入らないで、迫撃砲の受けもまあ一応ナイトもボムもやりこぶもオールブレーカーもディガーも何でもあるとでなった時に、相手はその
ポイズンとディガーでね、確実にこうやってね、俺のタワーを削れるんですよね。だから俺はこういうナイトにちょっかいだとか、ちまちま稼げるときに稼いでいかないと苦しくなっていきます。まあ、このデッキの弱点みたいなとこですかね。その削り、相手が超絶鉄壁だったときに削れないっていう弱点があります。なので、おでかいでかいでかい、こういうちょっとしたダメージすごい大事になってくるよ。一発？よーし。いやー、この反撃の一発気持ちいいよね。絶対裏ディガーの端前コウモリなんで、どうしようかな。まあ、拾うか、こっちで。さあ、まあ、これは良くて、で、ロキコ出して、右ね、ポイズンとか打たれちゃうんで、右は出さない。いやー、あのポイズン邪魔だな。で、これ、原型突破撃で攻めたいんで、ナイトまで行っちゃいます。入らねえか。これきついよね、こうなってくるとマジ。硬いし。硬すぎだろ、普通に考えて。相手困ってる。いやマジ攻めファイボ削りしたいぐらいね、削れないんですよね、こっから。マジ俺はね、あ、このはみ出る、はみ出るやりゴブ、うん、はみ出るカルビ的な、もっとはみ出てほしいね。いや、これ路強の拡散でこういうダメージも稼いでいく。うん、入らんのかい。入ってくれや。お、ロケコ偉いね、偉いね。ロケコスケバレの、これラッカダメ、スケバレのラッカダメマジでね大事すぎる、ドケチすぎるけどね。でさ、残ってる。オッケーオッケーオッケー。相手ちょっとずつ困ってきたんじゃない、これ。困ってるね。これ5って陸気なくして、あるね、これ。いやー、相手のナイトのタイミング完璧すぎん。いやー、これ、髪見してる。いいよ。オッケーオッケーオッケー。これ、しかもゴブリンが効く。限界突破撃強いな。でルート強制するとこれボムに釣られないですね。あれなんでコウモリとかは咲かせられると、これはコウモリのルート強制でルートが変わってボムに行くようになったね。今もファイボ削りあるな。リガーをね本気で拾う、本気で拾おうとしてる俺今。あー、いいポイズン、これでも入りそう。反撃入るね、竹取ったね。ロキコも残る。ああ、こうなったら一生俺だ。おい、このデッキもね、なんかずっとずっと攻めるから、相手視点は、やばい、守んなきゃ守んなきゃ、また来た、また来た、また来たってなってね、どんどん苦しくなっていきます。ハーチゴン。さあ、行きましょうか。いや、めちゃめちゃ好きなんだよな、このデッキ。多分ずっと言ってる。そう、俺の動画を昔から見てくれてる人は、いや、ラットさんデッキ大好きやんってなると思うんですけど、いや、マジめっちゃ好きなんですよね。まあ、使いやすいからな。あんま考えなくていいよね。スケバレとロケホいっぱい出せばいいっていう、ただそれだけなんで。マジあんま考えなくていい。いやー、いい延命するね、相手。やば、スケドラ下がりやがった。そんなことある？やばい、スケドラが、えってかロケコどういうこと？やばくない今ので。残ってるんで吐き切れ攻めると。今のやばいよね、ロケコワンパンしたよ。強すぎん？あ、これやばい、ザップ打たれる。お、コストがないか。ザップじゃないか、ザップを使ってたか。雪玉打っててましたね。っていうことは、まあ、ファイボユキ、まあ、ヤユキのラバル。いや、ロケコ、イカツ、パピー、全書。そんなことある。で、スケバレは回ってきたら飛ばせ。で、これはもうね、ナイトまで行っちゃう。やべ。宝石でいい感じにしばかれそう。やべ、このナイト、世界で一番弱いです。これ、バルーン組まれたら止まるかな、この流れ。怪しいな。あー、いいね。
このやりゴムでね、やりゴムで生きる。でメガゴこれねスケバレで下げれるんですけど、ファイボでいいか。でこういうのもね、別にスケバレでも最悪いいですね。ファイボ温存したいとかあれば。いやダメージ受けちゃったね、やりゴムに対でチクチク。これまあスケドラのサイクル6分出しちゃう。これが強いで残ってると行くんですよね。これやばいかな、守れないかな、守れなさそう非常に。と思うじゃん、これワンチャン守れるよ。いや、やめるか。一旦、落ち着きのね。グッドゲーム言われてる。マジかよ。早くね。グッドゲームにしちゃ早くね、お兄さん。やばい、うう、耐えてる耐えてる、墓石スケドラ耐えてます。まあローキックちょっといっぱい出して頑張りたいな。メガゴいい味出してんな、おい。バブ外してる。マジワンチャンあるよ、これ。こっから。え、マジでグッドゲームやっとこうかマジワンチャン悪くない神ハイボー、うーい惜しい、もう一発、おっつ、えっ怖すぎる、えっ、あーグッドゲーム、おい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 、しちゃったんじゃない、無言かい、やばすぎ、あぶねえ、あぶねえ、いやラバルね、意外ともうちょっと余裕のイメージあるんですけどね、防衛うまかったけど、グッドゲームで調子乗ってたら負けちゃったんじゃないですか、ワイツさん、どうですか、やば、マジか、でかすぎるな、さあまあ一旦ね、一旦攻める、ロキ砲とかで回収すればいいんでね、さあインドラ来ちゃった、こういうのもね、準備しとくのもありですけどね、ギャングで。さあ、インドラ、またラバかな、ラバもなんかちょっと多いな、今日。ファイブ打っていいんですけど、打ってもカウンターになんないんですよね。打たずに、ユニットで回収の方が俺は好き。よいしょ。こうすることによって、カウンターにつながるんですよね、勝手に。で、攻め吐くとか置いちゃってね。いやー、うざいぞ。やりゴム残ればね、またもっと良かったんですけどね。で、これ今回の相手でも柳あるかな。あー、ファイボだ。でか。しかも延命して、結構入りますね。ファイボだけの可能性あるよ。ユニットが。ユニット呪文か。だいぶいいダメージ入ってる。ファイボだけだとね、まあ、ロケット押し無双なんでね。スケバレ飛ばすだけとく。楽しそう。一旦飛ばして、あとはまあロケ大量ですね。もうロケット押しをいっぱい出すことだけを考えていこう。おい許容、でかいでかいでかい、スケバレでこんだけ削れるからね、3コスで。さあラバ来る、これも攻めちゃいたいですよね、こういう流れの時。
でしっかりもナイトまで行っちゃう。ギャングまで行ってもいいけどね。さあ一旦ね、さあこれめっちゃ入るで。あー、これは速ファイボで迫撃のダメージを稼ぎたいっていうね。まあこれもういいか、もういいか、十分すぎるぐらい入ったか。よいしょ。あのビビッ、あーそれね、いいね。まあ、ベビトラちょっと入っちゃうんですけど、まあ、ベビトラが入るぐらいの方が許せる。で、ギリこれね、耐えれると思うんだよね。うっ、めっちゃいいなんかタイミングのザップ来た。あぶねえ。いや、でも耐えた。さ、気づいたら間だ。250。さ、やりごぶ。いや、もう捨ててくるタイプね。まあ、でもこれ。ファイボだけなんでね、今回の相手拾っちゃうよん。どっちも落とさせないよん。さあ、おーやばい、うん、迫撃砲が天才か。もう一つ迫撃のメール止まる。うえー、でかすぎ。逆サイ迫撃そんな活躍してくれると思わなかったね。いいね。さあ、まあこれがね強い。相手の呪文少ない時にマジで強い。というわけでこちらの迫撃砲使いやすくておすすめなので、まあいろんな限界突破でぜひ試してみてください。よければチャンネル登録もお願いします。お疲れ様でした。またね。